タータ通信は17日、上海は20日までに隔離区域を除く市中のゼロコロナ、つまり社会面政令を実現すると独占的に報じました。報道は、上海市宝山区の杭初期である陳潔市による16日の内部の談話内容を引用して、中共国務院や上海市委員会、 上海市政府は、上海は17日にターニングポイントの出現、20日にゼロコロナ状態の実現を要求したということです。さらに、陳書記は、これは軍令状だ、交渉の余地はない、勝利あるのみと話していたというのです。